でも結構ちゃんとしてる人だなと思った。この映画についていろいろこう話してるときに、結構自分の意見とかそういうのちゃんと言う、でもまあそうでしょうねとは思ってたんだけど、なんかすごいしっかりしてる方だと思いましたね。だありがとからうございます。そう、浜田岳も結構しっかり言うなと思って、森田さんはやってみないと分かんなくないですかって言ったら、はいって言ってたから、森田さんはもう現場でねっていう、なんかタイプが違うと思って。姫野の選手ってやっぱりすごくインパクトがあって面白いなと思ったんですけど、そこはどうして姫野の選手を思ったんですか？姫野の大好きな作品ですし、まず姫野決まる前から吉田監督大好きだったので、決まった時すごく嬉しくて、でやっぱ撮影中も楽しくて、で出来上がったものを見たらやっぱり素晴らしくて、本当に大好きな作品なので、ね、こうやって初日に上映させていただけることなんてとっても嬉しいなって思います。現場中楽しかったよね、ヒガノールね。本当ですか？監督はそうですね、楽しそうでしたね。楽しくなかった。いや、なんか楽しそうにゲームしてた。楽しく、音ゲーやってたんで、ずっと。ずっとなんか女子に囲まれてるそう、なんか、ラブライブっていう、音ゲーをずーっとやってて、それで、用意、はいって言ったんだけど、俺、制服が怖いなと思ったら、イヤホンを、こっちのラブライブの方にさせてくれ、ラブライブ持ってこっちの、おい、先生、オッケーって言ったけど。そうですよ。ね、なんかそのぐらいの時期だったね。さつもなんか楽しそうにしてたよ。楽しかったですね。あの時はムロさんもなんかすごいなんか楽しい、あの時は楽しいムロだったな。あの最近はね、ちょっと大御所のムロ感がね、最近は結構、この間の時結構ちゃんと主役としてと構えて、おちゃらけるのを我慢してたの、ぐーっと我慢して。すごいおちゃらけたい顔してたけど我慢してた。あるにはね、はしゃいでたもんね。さつはなんかこう、人を巻き込むというか、人と仲良くなるのうまいよね。本当ですか？なんか本当にスタッフの、本当に、入ったばっかりのまだ若いスタッフとか、結構みんな仲良くしゃべるから、なんか距離感がものすごく近いね。嬉しい。で、最後はね、一緒になんか代々木公園で、そう、大変水行ってタイ監督の、に。タイ料理があるとこさ、なんか、フェスに行こうっすね。そう、何人かで行ってね。行きましゴた。ールデングネスになるっていう、代々木公園。1ヶ月間ね、こう。嬉しい。さっき初めて聞いたんですよ。そうそう。あの日から俺は寝込んでたんで寝込んでたんですね。知らなかったです。すいません。そうなんです。映画の本を作ってまして、おお。映画のスタッフさんがどういうお仕事をしているのかというか、おお。映画の企画から始まって、どういうふうに撮影して、編集して、宣伝して、劇場公開でお客さんのところに届くのかっていう中のスタッフさんにインタビューさせていただいて、なんかこう流れが分かる本を今作ってるんですけど、できたら読んでください。編集とかが分かんないと、役者さんが結構1回目やって、カットもう一回行こうかって言って、もう一回やった時に2回目が OK って言ってると、でも1回目の方が前半良かったんだけどなと思ってたりするじゃん。2回目私結構良くない気がするんだけどと思って、こっちは編集でテイク1を前半使って、テイク2を後半に編集で使うと思ってるから OK って言ってるけど、いちいち伝えないんだよ。その前半部分もあれして、後半部分もあれしてって言わないから、なんかそうすると、なんか、あの前半で OK っていう監督ってどうなのと思ってんじゃないのかなっていう感覚になられて、一緒に説明してやろうかと思うんだけど、でもなんか、そういうものを勉強すると、多分あ、そうなんだろうなとかっていうのが、分かってくると思う。あと音も、結局こう今感度も、前のテイクと音だけすげえ変えたら分かんないと思って OK だなとかっていう、そういうのもね、勉強してると多分分かそうですね、本当る。知ると分かるっそう、ていうのはあ知るりまとすね。監督に対しての不信感が出る可能性がある。一応考えてるよ、こちらも。高崎映画祭と一緒にその本を作らせていただいてるんですけど、高崎の方では中学校の図書館に置いていただけるように今、お願いしていて、素晴らしい。そういうことをしています。俺、小学校の時に映画監督になるためにっていう本を手に入れて、もう小学校の時は映画監督目指してたんで、その時には学校の勉強は関係ないみたいな、もっとなんか女遊びしたりなんかこう、なんかいろいろ悪さをしたりすることが映画に生きるみたいなこと書いてあって、そうなんだ、じゃあもう勉強しないと思って それで後半してた。この今の監仕上督のスがタりなんか、イル。で、なんか他の監督が会うと、どちらの大学出てるんですかみたいなことを言われる。大学って
って何ですかみたいな大学見たこともない俺はみたいな、なんか そういうでも本当そういう本があると影響がやっぱり、ね、そうだって書いてあること絶対だと思っちゃうからさあと役者さんがあの映画の作りを知ろうっていうきっかけになるかもしれない。なんか俳優さんは俳優、お芝居の考える人多いから、なんかその俳優さんが書いた映画のこの裏側みたいなもんだったら、あちょっとじゃあ読んでみるかなみたいなことになるか。そう、なんかそういうきっかけになってくれたらいいなと思って、うん、はい、作らせてもらってます。そういうでも役者としての目標はどの賞を取るの？全然ないですね。あれどうなんですか、だってほら2人でまた英語を、ね、取るとか、あ、見たいですよね、皆さんね、この2人も私の記念号を取りまして、これもありましたよ、うん、そうなめにしようぜね、頑張ろうぜ。もし次さつかゆみさんと映画を取るのであれば、どういう役を？全然浮かばねえ全然浮かばないね。なんだろうね、なんかやれば多分何でもハマるんだけど、なんか割と、なんだろう、お母さんもできちゃうしね、今ね。なんか、広がりが結構広がっちゃったからね、なんか。前はなんか女子高生とかそういうので考えれたの、なんか感じもある。なんか、あ、でも嫌な人、嫌な人がいいね、やっぱ。あ、本当ですか？うん。嫌な人はいいかもしれない。嫌な人、うん、じゃあ待ってます。うん。そうだね。やる人、あ、結構思い出てますよ。目撃者、みんないるから、生理的に嫌なことを言う人、あー、面白いですね。その一言いらなくねっていうことを言う人、いいですね、うん、ね、ちょっとやってみたい、うん、ちょっと楽しみにしてますよね、皆さん、お願いします。目撃者、その一言いらないになってタイトルかもしれない